自分で好きに選ばなければならないなら総理大臣と官房長官誰にしますか。総理大臣ってでも実権ないですからね。結局あの国会議員が総理大臣を決めるので、なのでたまたまポットで、じゃあそのなんか総理大臣を死んだ魚の目をしたデブの性格のあるおっさんになったとしても、日本の国会議員がこいつクビって言えばクビになっちゃうので、なのであんまり意味ないかなと思いますけど。なのでその日本の政治って総理大臣が誰かっていうんじゃなくて、国会議員が誰かでものが決まるんですよね。いや、その国会議員を一番多く抑えた党が与党って言われて、で与党の中から総理大臣が作られるので、なのでその国会議員が一番支持している人っていうのが総理大臣なんですよ。そのフランスとかアメリカの場合は大統領っていうのを国民が選ぶので、あの絶大な権力があるんですけど、日本の場合ってその国会議員に選ばれてるっていうだけなので、国会議員の人たちがこいつを降ろそうぜってなっちゃうと簡単に降ろされちゃうんですよね。なのであんまりこう総理大臣誰かっていうのは日本はそんなに重要じゃないんじゃないかなと思います。